にちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今回はですね、高単価カウンセリングは儲かるのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。私はカウンセラーさんの集客サポートを10年以上やっています。その中で最近ですね、カウンセリング高単価、結構非常に高単価なカウンセリングを販売されてる方とかが増えてきたように思います。で、実際まあ高単価でカウンセリングした方がいいのか、まあ、それともまあ通常の料金とかでですね、カウンセリング普通のまあ1万円とか5000円とかぐらいでした方がいいのかっていうこと、どっちが儲かるのかっていうことを聞かれたので、そのことをお話ししたいと思います。結局ですね、売上っていうのは客単価かける顧客数が売上になるので、この式ちょっと覚えておいていただいて、例えば1万円の商品を30人に売って30万円、それから10万円の商品を3人に売って30万円、結局のところまあこの売上が最大化になるような価格客単価にすればいいと思うんですね。まあ、例えば30万円の商品だったら月に1人しか売れない、もしくは2ヶ月に1人しか売れないってことであれば、例えば10万円だったら毎月3人に売れるとかであれば、10万円ぐらいの価格設定にすればいいので、結局のところ高単価だから儲かる、低単価だから儲からないとか、そういうことではなくて、まあ、最終的にこの売上ですね、客単価がいくらなのかで、その時お客さんが何人来るのか、1万円だとしたら、まあ、例えば30人来るのか、10万円だったら2人しか来ないのかですね、この辺をしっかり、まあ、ちょっと計算していただいて、売上が最大になるような客単価っていうのにしていただくと、まあ、一番儲かると思います。ただカウンセラーの先生の場合、やっぱり働く時間っていうのも あると思いますので、そうですね、そのあたりも考えて売上が最大になるっていう風な客単価をつけていただくと一番儲かると思います。で、この話とかは利益が見える戦略 MQ 会計とか、ちょっと詳しくこのそのお金の話とか書いてる、すごいいい本なので、よければ興味がある方は読んでいただくといいかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカウンセラーさんの集客、それから売上アップなどのお話をしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。また個別に質問等ありましたら、説明欄にですね、LINE アットのアカウント、 LINE アットの URL を載せてますので、そちらから個別に質問をいただければと思います。あとですね、ホームページの URL も載せてますので、そこからメール等で質問いただいても大丈夫です。